上空から撮影した世界の夜景。DMSP の観測により、都市圏など人口が集中していて、経済活動が盛んなところが一目でわかる。防衛気象衛星計画とは、気象学、海洋学、太陽地球系物理学の研究を深めることを目的としたアメリカ国防総省の国機動気象衛星打ち上げプログラムである。 DMSP 衛星は2007年からはアメリカ海洋大気庁によって衛星運用が行われている。この衛星に独特な軍事機密ミッションは1973年に機密指定が解除された。これらの衛星は太陽に同期する平均高度8 3 0トルの極軌道上から気象画像を送り続けている。DMSP によるオーロラが 帯状に光るのを上空から撮影した画像。スカンディナビア半島の北を環状に取り巻いているのが見える。1960年代の10年間にわたって、米国の公的宇宙機関が関与し、気象学や電気予報の一プログラムとして扱ってきたものの中で、最重要なプロジェクトの一つが、この防衛気象衛星計画、DMSP であった。一般大衆には知られることなく、 米軍もまた気象衛星プログラムを開始していた。このプログラム DMSP は作戦に従事している戦闘員がもっと効力のある作戦を立案、遂行するために重要な天候と気候のデータを提供することを期待されていた。DMSP 計画の当初からこのような計画が存在するという情報は知る必要のある人物だけに限定公開されたものだった。 アメリカ合衆国議会は民生用気象衛星打ち上げ計画に対して相当額の予算を割り当てた。もし第二世代の軍事衛星を打ち上げるための計画の情報が露見してしまったら軍にとってこの計画を正当化するのは大変難しいことになるだろうと考えられたのだ。初期の DMSP システムによる最初の任務は雲が地球を覆う画像を電波により連想する。 ことだった。1960年代初期、コロナ等の米国の高解像度写真偵察衛星は、衛星搭載の望遠カメラで地上を撮影し、それを衛星本体内に内蔵したフィルムに焼き付け、カプセルに詰めて大気圏再突入させるものであった。もし、偵察衛星が旧ソ連に代表される敵対国家の軍事基地など最重要拠点を軌道上から撮影しようとしたとき、 目標が雲で覆われていては枚数に限りのあるフィルムが無駄になってしまう。狙った地点に雲があるかないかを、まず低解像度の衛星で確認し、ミサイルサイロなど、そこだけを撮影するために偵察衛星を用いたので、あった。つまり、DMSP はコロナ衛星が次に地上のどこを狙って盗撮するかという計画を立てるための下見の役をしたのである。 そのような観測ミッションに役立てるために、すべての DMSP 衛星は、一般の偵察衛星と同じ太陽動気軌道を回っていた。衛星は南北両局を通り、それぞれの日の同じ地方時に、地球上のそれぞれ違った島模様を観察したものだった。DMSP 衛星は、ほとんど101分の周期の軌道に降り、地球を24時間に14.3周回する。 太陽同期軌道の性質も兼ね備えた、この軌道の周期は、衛星が2日に1度の間隔でこの惑星上の全地表面を通り過ぎることを目的としたものだった。取得した画像は地上へ中継され、コマンド送信も可能な2箇所の地上局で受信された。それらは、ワシントン州スポケーンのフェアチャイルド空軍基地とメイン州ローリング空軍基地に、 ほど近い退役した内気ミサイルの車上に設立された。これらのサイトから取得した画像は、ネブラスカ州オハット空軍基地内の空軍反地球気象局に送られた。画像はすぐに処理を施され、軌道上の衛星から観測された雲が覆うパターンを表したモザイクをかけられた。気象予報士は、各々の作戦を実行中のフライトクルーたちや、他の司令官たちに、 国国と変わる天気予報を即時送り届けることができた。さらなる改良により DMSP により可視光線で集められたデータを半月の月明かりが地上を照らし出した画像に編集できるようになった。赤外線処理は世界の夜景を上空から撮ることを可能にした。その他の改良として衛星に搭載したコンピュータ上でのデータ処理能力の向上が挙げられる。 そのために搭載コンピュータを複数搭載。サービス開始から半世紀が過ぎ、DMSP は陸、海、空の三軍で日夜行われる軍事作戦を立案し、保守していく上で価値のあるツールとなった。1972年12月、DMSP からのデータは機密解除され、公的機関、研究機関で利用することが可能になった。 1998年6月1日、コスト軽減のため、衛星の完成とメンテナンスの管轄はノアへと、移管された。DMSP は、プログラム35、第35計画というコードネームで知られていた。1962年8月23日、バンデンバーグ空軍基地にほど近いアルグエロに先からの、スカウト X-2 ロケットによる打ち上げが、 プログラム35の打ち上げで最初に成功したものだった。この打ち上げは P35 から2と名付けられた。その一つ前、1962年5月24日の打ち上げ番号 P35 から1では軌動投入に失敗していた。スカウトロケットの使用を起とし、2回の成功も含めて全部で5回の打ち上げがあったプログラム35は、 すべてバンデンバーグ空軍基地 LC-5 から打ち上げられた。他の早々機の打ち上げは PGM-17 総を初段にアルタイルロケットもしくはバーナー2ロケット。プログラム35はこの時までにはデータ取得、処理計画と解明されていた。1982年から1995年にかけて8機の衛星がアトラス E を使って打ち上げられた。 1997年から2003年にかけて3機がタイタン2により打ち上げられた。1機がデルタ4により打ち上げられた。2012年1月現在、DMSP の最新打ち上げは2009年10月18日、アトラス V401 を使って打ち上げられた、通称 USA-210DMSP ブロック 5D3 回18号機である。 ユナイテッドローンチアライアンス社は DMSP-18 号打ち上げミッションの衛星分離後に用済みになったがまだ推進剤が使いかけで残っている第2弾戦闘ルアッパーステージを使ってのフライトテストを実施したこの実験計画は将来打ち上げられる可能性がある宇宙燃料貯蔵庫において使われる低温燃料管理技術を手に入れることが目的である試験内容は セントールを回転させ、遠心力を利用して、タンク内の推進剤を機体と液体に分離するというものだった。打ち上げは順調に進み、試験も滞りなく進められた。DMSPF-18 にて、スペシャルセンサーウルトラバイオレットリムイメージャーが搭載された。スヤライは、アメリカ海軍研究所所属の宇宙気候学部と宇宙科学部で開発された。 素屋いでの観測は80ナノメートルから170ナノメートルまでの波長帯域の紫外線を使い中間圏から電離圏までの高度でのプロファイル情報をもたらす。これらの観測結果は空軍気象局によって活用される。DMSPF-18 が打ち上げられた後、もう2機の DMSP 衛星が打ち上げられる予定である。ありがとうございます。